疲れっす。まずは皆様、チャンネル登録者3000人ありがとうございます。でですね、かねてから要望は多数あったんですけども、今じゃないということで、じりじり先延ばしにしていた企画を、今回やりたいと思います。ということで、3000人記念チャンネル登録質問コーナー。先日インスタグラムのストーリーの方でですね、質問を募集させていただいて、ざっくばらんいろんなコメントが来ておりましたので、それにしっかりと答えていきたいなというふうに思います。はい、ということで、レッツゴー。今回ファシリテーターは吉村くんに任せます。いや、もう適当にいきません。正直質問は読まないですよ。サブイ系はガンガンツイッターで晒していくんで、最近いつやった？身長はおいくつですか？184です。175cm です。168です。足のサイズおいくつですか？ 27.5 です。 27.5 です。 24.5 です。ちっちゃ。何やねんこの人。クソマジで。おい、誰や。なんかちっちゃない？何やねん。なんか圧縮袋みたいなの手に入れられたんですか？どっかのタイミングで。その時期でゴーって座れてこんなのやったら幼少期袋っすか？血液型 A 型。 O 型です。 O 型。タトゥーありますか？ないです。ないです。ないです。願望は？ちな、願望あるよ。ゴリゴリにある。あ、ほんま、うん、ダサって言われるかもしれんけど、ここにベンツのエンブレム入れてる。ダサダッサ。何それ、どういうこと？アイアンマンになりたい。知られんぐらいダサい。好きな食べ物なんですか？ピザ、ラーメン、唐揚げ。ピザ、ラーメン、唐揚げ。小学生全部いった。部活何やってましたか？中高バレー部です。中学柔道部で、高校は生徒会役員やってました。僕はちょっとシークレット、すいません。そうなの。まあブランディングとかあるんで。何やろうな。次、どんな音楽聴くか知りたいです。俺は最近 XG をよく聴いてます。何なんそれ。僕の音楽に関しては、時期によってあのアーティストも曲も変わるんですけど、なんかものすごくこのアーティストを聴くというよりかは、なんか長なりそう。じゃあできるだけ簡潔に喋ろうとして、それで言うと今週は福山雅治ばっかり聴いてます。友達らはいられないことも、恋人には戻れないか。俺は下で言うたらバンビーから。下で言うたら、上結構気になる。エグいな。上で言うたら浜行くまで聞くから。お前逆やけど。揺れてやろ、あのそことそこ組むやんね。コラボも好きやんな。だってパンピーと言ってさ、パンピーフューチャリング加山雄三やろ、聞いてんのは。コラボもんって言うな。お嫁においで。お嫁においでしか聞かんやん。お嫁においで聞きすぎて、その年間の聞いたアーティストランキング5位加山雄三だもん。お嫁においでだけで。次、3人おのおのの好きなブランドを教えてほしいです。ほー、俺から言っていいですか？ご存知の通りですけど、スチューシーがよう来てますね。好きという自覚はないんですけど、はい、かっこいいなって思ってしまうことが多いですね。いや、俺正直系統がないよ。もうあんな服着てこんな服着てをこうごっちゃごっちゃミックスするのが好きやから、ブランドの世界観にとらわれたくないというか、こう自分の着たい服を着たいように組み合わせるのが好きやから、あんまこう好きなブランドとかはないかな。だからざっくり山ちゃん、そのなんかもうそれ入れんのみたいになってまうけど、うん、その広い意味で服覆うものっていう捉えた時はもう相模オリジナルで延長じゃないですか。もうね、なんで相模オリジナル大好きやん。それはホント知ったけど、アパレルもと出てそうやもん。出てるか。これブランド言っていい、うんうん、最近古着とか買うようになったやん、うん、まあ、あれってあんまブランドとか関係ないやん。ちょっとリバースが好きなだけで、多分チャンピオンが好きかよとも分からへんから、うん、だから次の3200人記念の質問コーナーの時には好きなブランドが答えれるようになっておきたいなっていうのが、多分これ出る時には3200いってんで。次、今服を1着何でも買えるってなったら何を買いますか？そう、はい、リックオーエンスのパンツ。おー、高いもん。高いっす。僕は、まあ、これなしなんじゃないのって思うかもしれないんですけど、エルメスのシールダンクリを欲しい。ああ、もう掃除好きそうやな。でもそれだけはメルカリで行かれへん。行かれへん。俺はなんか T シャツが欲しいっすね。おい。
じゃあって必需品ってことやんな。リンガーティーをちょっと今年は着たいなって言っとったな。まあそれが欲しいかなという感じですね。服洗ってないのは事実なんですか？洗っていません。え、俺は洗うで。じゃあこの2人は確かに洗わんイメージある。全服に歯磨き粉の跡がついてるから歯磨き粉の跡って正味さ、洗ったら絶対取れるから取れる。全リバース歯磨き粉の跡、プラネタリオンみたいな。プラネタリオンで、それが取れてないってことはもう溜まっていっとんよ、レガシー。まあでもなんかなんていうかな、あんま汗かく感じせえへんから。まあまあ、さすがに汗かいたなっていう人は洗うけど、うん、僕もあんまそんな洗わんねんけど、洗われることがたまにあるわけだ。実家やもんな。そうそうそう、まあそれええねんけど、バイトの T シャツがあって、先輩らが卒業した時バイトの、だからそこに寄せ書きしてもらったよ、全員僕へメッセージ。それ洗われて全然落ちたよな。あ、マジで。それはまああるな。それはあるあるあるやろ。あるあるな。バイトあるあるやな。バイトあるある。バイトしとったら1回はあるもんね。次、服選びの時何基準なのか知りたい。あ、まあそんなんこの頃に聞いたらな、一番から、うん、山ちゃん逃げんなって思う、まあ、僕はあまりこう人と被りたくない精神でずっと生きてるから、面白いかどうかって決めます。え、僕はですね、サイズ感です。あ、出た、はい、まあさすが彼はね、サイズ感日本一なんで。サイズ感日本一とね、TikTok にコメント来たぐらいのサイズ感サイズ感は日本一だってコメント欄に書いてあったから、まあ多分日本一で甘んじて受け入れますけども。お前、はい、その世界大会とかあったらお前行けよちゃんとサイズ感世界大会そりゃ満を持して行くけど自分の中でのトレンドのサイズ感ってこうあるじゃないですか。僕は今はもうトップスジャストでパンツ大きめっていうのがあるんで、着丈ギュンギュンに短いジャケットとか見たら結構ヒーヒーしますな。め着丈ハーフジップとかちょっとイライラしちゃう。最低最低なめ着丈ハーフ。ダンサーは、まあ、俺はどっちか言ったらお洋服に対する価値観というか、そういうのはまだちょっと思春期で、まだちょっと形成されてる途中というか、はいはい、この頃はなんか割としっかり服はもうこういうのがとかこう持ってるけど、何歳から5歳の時期だよ。まだちょっとそういう人格を形成する形成期なんで、ちょっと詮索はちょっとしんどいかもしれない。やぼだと。ごめんなさい、嫌なこと聞いちゃいました。はい、ストレス感じて。質問コーナーで嫌なこと聞いちゃいました。NG まさかのコーナーよ。センシティブでした。全員の丈教えて。何なんだ丈って。丈のこと。丈が。着丈感、ね、あるよねそれ。あ、僕は50後半短め、短めが好き。なるほどね。僕はインナーに関しては短ければ短いだけいいで、その上に何かを羽織るっていうスタイリングが多いので、うん、T シャツは S サイズを着て、着丈はもうベルト見えるぐらいなんで、まあ、だからそれこそ50後半。長さは、あ、僕はちょっとファッション関連長さとか意識しつつ履いちゃうんで、ファッション関連のことはちょっと今回の質問コーナーではちょっとね、まあまあ、させていただきます。マジでそうです、はい、次、23夏何行きますか。あ、なるほど。これは半袖かな、うん、半袖着てなかったからだいぶ長い。確かに、まあね、リンガーティー、ここ何年かは着てるけど、もうそれまでは細いの隠すように長袖着てたから、だからその半袖遊びみたいなのをまだ2年ぐらいしかしてへん。そういう子多いんじゃない、そのもう今までコンプレックスで長袖しか着ひんかったけど、うん、っていう子も多分中にはいるから、これを機に長袖と半袖デビューしてみてはいかがでしょうか。はい、僕は色のなんかアロハシャツとか色のスニーカーとかカラフルめに行きたいなというのがあります。はい、僕は暖色系のものを着たいなと思ってて。なるほどね。で、なんで暖色系かって言ったら、言うのね、そうかん、ちょっとはい夏のあの爽やかな感じ、皆さんそう、ね、寒色系きますよね、うん、あのだったら俺は暖色系行ってやるよって。逆張りね、逆張り、逆張り、逆張り、はいはい、あと普通に最近ちょっとオレンジが好きっていう、はい、なるほどね。ロールモデルはいますか。僕は G ドラゴンです。言っちゃったBTS のダイナマイトハイドで K-POP 入ってるからめちゃめちゃ遅い。ほんで今大急ぎで回収してんの、ね、そう。でそっから BTS 入ってんのこれビッグバン入ってるからちゃんと、それが偉いところで、まあ、原点回帰で、その時にちょっとかっこよさにびっくりしたの、うんうん、俺はファッション関係ないけど、うん、理想の男性で言うと、その北斗晶さん
は、すごいこう、なんかこう、男らしい。お前、ジェンダー問題に一石投じすぎてるわ、それ。なんかもっとこう、強く生きていくっていう意味で、なんか北斗晶さんみたいな男性になりたいなっていうのは、すごく昔からも、小学校ぐらいかな。小学校の時の誤解がまだ解けてない。ほんまのこと言うと、僕はあの、ハリースタイルズはね、昔から、かっこいいなと。ワンダイレクションの時から好きですよね。はい、僕はロールモデルはいません。っていうのも、世界で一番かっこいいのは自分だっていう全く何の根拠もない自信を持って生きようっていうマインドを持ちつつ、実際に誰かを理想としようってもうそっちに寄っちゃうやん。まあ、それがあんまり、まあ確かにね、好きじゃないというか、まあ真似をして学ぶとも言うけど、なんかそれだけで生きとったって突き抜けれんやんって思って生きとるから、うん、ロールモデルはいない。まあ、それが理想ですと。ロールモデルは誰？次したい髪型教えてください。俺は、まあ、今なんて伸ばし中やと。でこの辺バーッとなってもうここまで来てもう無理やってなったタイミングでバツンってこうショートにしたい。はい、で僕はですね、髪の毛なんて長いけりゃ長いだけかっこいいっていう考え方にちょっと至りまして、ほうほう、なので今伸ばしつつ全体を同じ長さにしてこうちょっとボブっぽい感じに。あ、そうなんや。したりする。マジで。うん、まあ、だからボブってまで言わんけど、あの千と千尋に出てくるハクみたいな感じなの。ボブやん。一番ボブやん。そうな。まあ、俺は今ちょっとめっちゃ汚いけど、ここちょっとこう外羽刺してなんか綺麗な外羽あるやん、なんかこういうツヤツヤした感じで、そんなんとかも、はい、やってみたいなと思って。汚い。いや汚い。俺は最低。え、襟足汚い。最低最悪の髪型。やばい、怒られた。